福岡県は昨日新たに7808人の新型コロナウイルス感染が確認されたと発表しました。病床使用率は 50% を超えています。昨日の県内の新規感染者は福岡市2450人、北九州市1239人、久留米市559人、県管轄の地域3451人などでした。また最新の病床使用率は 50% を超えました。1日あたりの新規感染者数は前の週の同じ曜日と比べて2600人以上増えています。50代から90代以上の男女8人の死亡が確認されました。感染状況について昨日午前、服部知事は第8波の中にあるとの認識を示しました。現段階において、行動規制をかけるというふうなことは考えておりません。感染拡大防止にですね、力を合わせてまいりましょう。佐賀県では昨日新たに1636人の感染と5人の死亡が確認されています。